ないから反対。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 いやすごいですね。これ最初が40人ぐらいから始まったって話を聞いたんで、すごい広がりですよね。でもこれね、もたもたやってらんないから、どん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 これ毎週人がどんどん集まってくるって形になってくると思いますよ。それぐらいみんな今危機感を感じてるってことだと思います。目標です。お願いします。希望の目標です。警戒区域の生の声をやっぱりどんどん伝えることが大事だと。チェルノブイリだと、僕らの無念の気持ち分かるかということをね、みんなに本当に訴えたいと思うんだよね、うん、もう福島の原発事故のことなんか、政府はね、もう過去のものとして蓋をしてね、もう再稼働でバンバンいっちまうと思うんだよね。それを止めるのはみんなの実力だと思うんだよね。いつもその安全性の問題ではさ、もう誰が それを保証するか、何が起きたって誰が責任取るかと、取れないと思うんだよ責任なんか、うん、だって今回の原発事故で誰が一体責任取ってるかと。みんな逃げてる、言い訳をしてる、ごまかしてる、嘘ついてる、もうそんなことも我々はたくさんない。そんなことを聞きたくない。